ペンローズの三角形ペンローズの三角形は不可能図形の一種。作詞を利用したありえない三角形のオブジェ、オーストラリアのパースにある。1934年、スウェーデンの芸術家、オスカー・ロイテル・スバルトが考案した。1950年代にライオネル・ペンローズとその息子のロジャー・ペンローズがそれとは独立に不可能性の最も純粋な形として考案し、 一般に広めた。芸術家、マウリッツ・エッシャーが不可能図形を多く扱ったが、その発想の一部となった。個体の物体であり、3本のまっすぐな四角柱が、それぞれ直角に組み合わされていながら、全体で三角形を形成している。これを、通常のユークリッド空間における三次元の物体として具現化させることはできず、ある種の三次元多様体でのみ存在できる。 通常の三次元空間では、ある角度から見た時だけ、ペンローズの三角形のように見える物体を作ることは、可能である。ペンローズの三角形という言葉は、二次元平面に、それを描いたものと三次元のありえない立体の、両方を指す。エッシャーのリトグラフ、滝では、二つのペンローズの三角形を組み合わせたような、ジグザグの水路を描いており、水平な水路のようでいて、 高低差が生じているという絵になっている。結果として、一番高く見えるところから、水路の視点に滝が流れ落ち、途中で水車を回している。エッシャーは、水路の水が蒸発していくため、水車を回し続けるためには水を時々補給する、必要があると指摘している。ペンローズの三角形の面を追いかけていくと、ヨエのメビウスの帯になっていることがわかる。 ペンローズの三角形から似たようなものを構築可能で他の正多角形からペンローズの正多角形を作ることができる。しかし、角が増えるに従って単に沿っているかねじれているように見えてくる。ありがとうございます。